お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM2024 プロ野球チアリーダーカード2024の開封動画後編の9パック開封していきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。後編の1パック目でございます。巨人の佐野鈴音さんでございます。ソフトバンクの、水木さんでございます。ロッテのこれはゆきさんでございます。西武の真帆さんでございます。ヤクルトのアミさんでございます。で、日本ハムの試験原カノンさんでございます。で、日本ハムの長谷川遥さんの、これは、キラーでございます。2袋目でございます。ソフトバンクの、マミさんでございます。楽天のナナカさんでございます。ヤクルトのアオイさんでございます。阪神のハルカさんでございます。西武のミサトさんでございます。日本ハムの千葉雫さんでございます。で、ロッテのメイさんでございます。3袋目でございます。中日の、ほのかさんでございます。で、ソフトバンクのこれリーダーですね、ハニーホークさんでございます。ロッテの、アンナさんでございます。で、楽天のこれバイスキャプテンですね、桃香さんでございます。巨人の萩原ほのかさんでございます。で、こちらですね、阪神のノノアさんと彩香さんのカードでございます。で、阪神の、はるかさんでございます。で、キラでございます。4袋目でございます。ソフトバンクのチユピンパンさんでございます。台湾出身でございます。西武のシノンさんでございます。巨人の前春菜さんでございます。で、楽天の音美さんでございます。で、ロッテのほのかさんでございます。で、日本ハムの南橋リオさんでございます。で、阪神のバイスキャプテンですね、はるきさんでございます。のきらでございます。5袋目でございます。巨人の黒沢るいさんでございます。楽天の、メイさんでございます。阪神の、これはゆなさんでございます。千葉ロッテのこれサブリーダーですね、ソラさんでございます。中日の、春さんでございます。日本ハムの水落ち桜子さんでございます。で、ヤクルトのこれはヒイラギさんでございます。6袋目でございます。ヤクルトの、ミーさんでございます。
巨人の副キャプテンの矢作明子さんでございます。中日のこれは綾野さんでございます。千葉ロッテの好美さんでございます。日本ハムの勝田美優さんでございます。日本ハムのサブキャプテンですね、竹内琴美さんでございます。で中日の未来さんでございますのキラでございます。7袋目でございます。楽天の春さんでございます。ヤクルトのあかりさんでございます。千葉ロッテのミクさんでございます。でこれは西武のまなみさんでございます。阪神のサラさんでございます。で、巨人の山田カノンさんと高坂エマさんのカードでございます。で日本ハムの試験原カノンさんのキラでございます。8袋目でございます。千葉ロッテのチーナさんでございます。ソフトバンクのナギさんでございます。楽天の大岡さんでございます。で西武の琴野さんでございます。巨人の大倉かりんさんでございます。で日本ハムの高野みのりさんでございます。でソフトバンクのみゆさんでございます。後編最後の9パック開封していきたいと思います。ヤクルトの、夏美さんでございます。西武の夏美さんでございます。ソフトバンクの、これルナさんでございます。巨人軍の森山若菜さんでございます。で、楽天のほのかさんでございます。でヤクルトの葵さんでございまして、直筆サインカードがね、出ました。で巨人ですね、山口亜美さんの直筆サインカードでございます。QGC でございます。で以上で BBM2024 プロ野球チアリーダーカード2024の開封動画後編9パック終わりたいと思います。で後日ですね、あと2パックのところをね、ちょっと面白い、未開封ボックスを手に入れましたので、そちらもね紹介したいなと思います。後日ね、その内容は秘密でございます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。